はい、どうもこんにちは、RYGです。今回はこちら、みんなのスピンギア福箱2020、これが本当のスピンギア福箱を開封していきたいと思います。はい、バット、あー、なるほどね。まずプチプチ納品書やっぱね、この開けてすぐ物が見えるっていうのがやっぱスピンギアさんの素晴らしいところですよね。あの梱包材とか全く入ってない素晴らしさ。それでは手当たり次第に出していきたいと思います。ドン。お、スピンギアステップ1ですね。お、しかもここにキャップがついてて、おおお、皆さんはね先に映ってたんですけど、萌えキャップのステップ1ですね。これ何気に嬉しいですね。そしてドン。お、ステップ？ん？何これ？え、何これ？調べよう。これあれかな？お土産とかそういう系のヨーヨーなのかな？載ってないぞ。なんだこのヨーヨー。調べてもし分かったら下に名前が出てると思います。おそらく引き戻しのプラスチックのノーマル形状のヨーヨー。それでは次、ドン。お、スターバーストだね。スピンギア、スターバースト。いや、何気に嬉しいね、こういうの。そして、ドン。お、二つ目ですね。スピンギア、スターバースト。それじゃあ、お、あ、見ちゃった。はい、ドン。え、キャップ、あ、あれですね。すごい見えづらいと思うんですけど、秋葉原ロゴの、お土産用のヨーヨーですね。前、世界大会ロゴのものが出たやつです。そして、なんだこれ。お、え、マジ？ありがとう。NSK 製の、曲面加工サイズシーベアリングですね。いや、すげえ。ちょっとありがたいね、これ。そして、お、靴下ですよね、これ。スピンギアのロゴの入った、長めの靴下が入ってました。これは面白い。そして、ここもちっちゃい。おー！ NSK 製の、曲面加工サイズ C ベアリング。二つ目ですね。これも多分、NSK の、曲面加工サイズ C ベアリングで、これゴールドメッキでいいのかな？はい。金色のベアリングが入ってました。そして、よいしょ、これ。おー！何気にちょっと嬉しい。スピンギアロゴの、ヨーヨーホルダー。ヨーヨーを腰につけるヨーヨーホルダーですね。それじゃあお次。これ。お、箱物だね。はい。これあれですね。CLYW と、ヨーヨーファクトリーのコラボの、あ、ベースキャンプってこの色あったっけ？ここにね、ベースキャンプ、見えるかな？ベースキャンプって書いてあるんで、多分、え、ベースキャンプ？ベースキャンプだと思われます。メタルのヨーヨーですね。そして、お次も箱物。ドン。こう。なるほどね。ヨーヨーリクリエーションの、TM ですね。で、これ。ここにね。このね、サイドフェイスの部分。スピンギアの、スタッフのヒッシーさんの顔が映ってるっていう。これがあれですね。ヒッシー TM ってやつですね。これ面白いですね。それじゃあ次。ドン。お、また入ってるね。NSK 製の、曲面加工サイズ C ベアリング。これもね、ゴールドメッキなのかな？が入ってました。2個目ですね。そして、これ。おー、なるほど。後ろ側がね、マグネットになってる、こう、クリップですね。スピンギアのクリップです。はい、そして、はい、二つも入ってるよ。二つ目、スピンギアクリップですね。そして、ちょっとでかいのがね、あるんですけど、これは後で。じゃあこれ。おー、はい、あれですね、木製ヨーヨーですね。正式名称は、コロコロ木のヨーヨーらしいです。次。うわー、マジ？ありがとう。ダンカンフリーハンドプロですね。タカさんのキャラクターロゴのキャップですね。しかもこれ両面っていうね。はい。いや、かなり嬉しいですね、これ。そして、次も箱物ですね。ドン。お、マジックヨーヨーの、え、なんだこのヨーヨー、知らねえぞ。ちょっと調べるか。いや、なさそう。いや、ないわけない。え、なんだこのヨーヨー。
ハブスタックのついている多分メタルのヨーヨー、名前が分かったら下に書いておきます。そしてこれもうまあまあ嬉しいですね。ダンカンビッグファン。そしてドン。これってそうだね、はい、やっぱりそうですね。ロゴが何もないんですけど、これマジックヨーヨー BI ですね。はい、ちゃんとね、バイメタルの、はい、2種類の金属が使ってあるバイメタルヨーヨーです。お、そしてもう多分残るはこれですね。せーの、ドン。なるほど、これはなるほど、書いてあったような気がする。スピンギア、スキルトイストレージケースですね。それで、はい、以上です。さすがスピンギアさんですね。僕的にはやっぱりね、この辺のね、スターバーストとかステップワンとかが手に入るのも、はい、嬉しいですし、今回はね、プラ中毒箱ではないので、メタルの量が入ってるっていうのも分かってましたし、さらにね、福袋のね、説明のところに、リクリエーションの TM が入ってるっていうのも書いてあったので、TM がね、入ってるのも分かってたんですけど、で、その中に、ヒッシーさんのロゴの入った TM が入ってるっていうのも分かってたんですけど、まさか僕が引くとは思わなかったですね。そしてね、まあ、メタルの量も入ってるとは思ってたんですけど、まさかね、バイメタル量が入ったりとか、あと普通にね、ファクトリーのね、まあ、CLYW のコラボですけど、メタルの量が入ったりとかして、今回のこの福袋と、これが本当のスピンギア福箱の、お値段は2万円なので、まあちょうどね、リワインドさんの方と同じお値段ということでね、配布結果もね、これで見比べやすいのかなと思います。で、スピンギアさんの方の還元率としては普通に2万円は超えてると思います。もうこのね、3つのようで2万円はもう超えてると思うので、もう還元率としては 200% ぐらいはね、あるんじゃないかなと思います。還元率としては別に悪いわけではないのでね、面白さ重視の、さすがね、スピンギアさんのね、作る福袋だなっていった配出結果でございました。気になる余裕があればリクエストいただければ紹介動画撮ると思います。というわけでございまして、はい、以上でスピンギア、みんなのスピンギア福箱2020、これが本当のスピンギア福箱の開封動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。